はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は緊急で動画を撮らせていただいております。今後の一番線の列車は15時12分発の特急東京は65号カッサインです。お隣荒川を経由に2分遅れで通過しております。特急列車到着までもう少々お待ちください。最近ですね、このチャンネルの動画の無断転載っていうのがすごい増えております。このチャンネルでは全て、まあ、私かもしくは、このチャンネルを手伝っていただいている方、もしくは動画を視聴していただいている方の中で投稿していただいたりという動画で、毎日動画を出しているんですけれども、撮影にはですね、やっぱり最寄りの駅からその撮影する駅までに向かう運賃がかかりますね。で、時間もかかります。で、撮影するための機材の用意の費用っていうのもかかります。で、それらを費やして、日々撮影に行っております。もちろん通勤の行き帰りで、ついでに撮影するなんてこともありますね。ちょっと寝た電車に乗れたから、じゃあついでに撮影しようっていうのもありますけれども、例えばどこどこ駅に、珍しい列車が来る、例えばですけれども、青色のフレッシュ日立カラーの E657系がじゃあ今日出場するから、じゃあ小山駅で撮ろうっていう場合にですね、最寄りの駅から小山駅まで、交通費をかけて、時間もかかりますね。まあ、2時間ぐらいかかるんじゃないかなと思うんですよね。仮に友部経由して日立の牛久から友部から小山っていう感じで往復すると思うんですよね。で、その時間もかかります。交通費もかかります。撮影するための機材っていうのも必要で、まあ、それも準備しております。で、毎日撮影するとやっぱりですね、今 iPhone で撮影してるんですけど、皆さん分かる通りバッテリーの消費っていうのはどんどん早くなってきちゃうんですよね。スマートフォン、お持ちのスマートフォンですね、購入した時よりもバッテリーの持ちってだんだん悪くなっていくと思うんですけど、やっぱり毎日、休みの日とかだと 5,6 本撮らないと毎日アップっていうのはできないんで、まあ、そのぐらいの動画を撮っています。1本が平均10分だとしても、まあ、50分とか60分ぐらい動画撮影を毎回してるわけですよ。そうなると撮影機材っていうのを毎年買い直さないと厳しくなってきます。社内ライブっていうのも最近は頻度は少ないですけど、ライブ配信をしますので、まあ、通常の個人用のスマホの他に、社内ライブ用のスマホ、まあ、合計2本持ってますね。 iPhone の14 Pro ですと大体20万ぐらいかかるわけですよ、1台あたり。で、それを2台買うとなると40万かかるわけですね。なんで年間40万の撮影の機材と、まあ、連写賃でいうと多分1ヶ月に、6、7万はかかってるわけですよ。40万の、6万の、あとは費やす時間、それを簡単な画面録画でそのままコピーしてアップロードして再生数稼いで収益を出してる、ふざけんじゃねえよって話ですよ。マジで本当にその費用を払ってくださいよって言いたいですね。という感じなので、まあ多分無断転載をしてる人がこの動画見てるとは限らないので、視聴者の皆様にお願いしたいのは、もしこのチャンネルの動画勝手に無断転載してるとかっていうのを見つけた場合にですね、ぜひ私に情報提供していただければと思います。悪質な場合は法的処置を取らせていただきますので、よろしくお願いします。ということで、撮影には膨大な費用がかかっておりますので、本当に無断転載マジでやめてください。犯罪です、これ犯罪ですよ。裁判で負けた場合にいくら支払いが命じられるか分かってますか？ということで、このチャンネルの無断転載の動画、画像、文章等を見つけましたら、ぜひ私の方に情報提供をお願いします。ということで、緊急動画でしたが、ご視聴ありがとうございました。いらっしゃいまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you for traveling with us, and we look forward to saving you again. はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は緊急で動画を撮らせていただいております。はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は JR 東日本常磐線の土浦駅に来ております。緊急で動画を撮らせていただいております。最近ですね、このチャンネルの動画無断転載がかなり増えております。特に再生数が、まもなく1番線に特急ときわ65号勝田行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。本日は緊急で動画を撮らせていただいております。JR 常磐線の土浦駅に来ております。最近ですね、このチャンネルの動画の無断転載っていうのがすごい増え、1番線をお待たせいたしました。特急ときわ65号勝田駅到着です。降りるお客様がお済みになってからご乗車ください。すごい、全然関係ない話ですけど黄色が来ましたね。お、すごいな。いいな。黄色のフレッシュ日立まだ乗ったことないんですよね。乗りたいですね。扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。